せーの、こんにちは、こんにちは、こんにちは、ヤホです、アキです、リョウです、メグです、エースチャンネルです。いや、みんな言って言って、もう一回、もう一回、OK、せーの、エースチャンネルです、チャンネルです。皆さん、時差がすごい中お集まりいただきありがとうございます。本当眠たい、眠たい。アメリカ午前中朝の10時台です。ポルトガル何時？3時です。 DM3 時です。いい時間。メグさん一番眠そう、何時ですか？夜の11時。眠そう眠いよ、いつも寝てるもん、ね、え、あんたのせいや、あんたのせい、あんたのせいや。忙しい中、なんで皆さんに集まってもらったかというと、田中アスナー35歳の誕生日。35歳やばいな。やば、見えねえ、見えないね。35やばくない？やばすぎ。めぐみの37歳も無理だ。ないわ、ないわ。てか、めぐ6ね。何？マジくれ。新潟ってそんなに日サロ？日サロじゃねえよ、暑いんだよ。ということで、いいですか、田中アスナー愛情確認クイズ。簡単な問題をこちらから。第1問、はい、田中アスナの生まれた時の体重はどれくらい？いらねえよ。はい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 、はい、2000。高いですか？2800。待って、一番近い人が優勝するのこれ。日本 一番近い人が、はい、はいはいはい、3200。じゃあ3000。メグさん正解。3010。3000だと思ってた。2000つったよ。第2問、田中アスナのお母さんの名前は？はい、いいの、 あそこからでしょ。答える前、分かる人。じゃあ2人で、あだ名、せーの、よしか、よっちゃん。正解、よっちゃん、よっちん、よしこ。人面に土二つ、子供の子、ピンク大好き、マラソン大好き。どうかと思った。それ姉ちゃん、姉ちゃん、それは姉ちゃん。第3問、アスナが整形するならどこ？はい、鼻。え、下ってこと？はい、下の、もう、え、あ、もうそれでもいい。下の、下の、アスナ整形、顎、歯、下。待って待って、アスナね、整形してない。あ、そうだよね。そうだ、ちゃんと誤解を解いた方がいいよね。はい、そう思った。さ、この言い方、うちにさ、あのアスナ遊び来た時にさ、なんかアス顔変わったねってうちのお母に言われてて、で、あー、そうなんですよ、整形したんですよって言ったの。そしたら、とか言って、うちのお母さんめっちゃ驚いてて、で、アスナが韓国ジョークですとか言って、とか、なんだ冗談かとか言ったの。そしたら、その後普通にアスがいないところで、お母さんに、アス本当に整形したのって、すごいガチトーンで聞かれて、だからしてないって、ます信じちゃってる。エラだろ、エラ、エラ。ジンさんは、はい、正解は、鼻。へぇー、おー、いや、勝てる気せんわ、マジで。今んとこ愛情一番強いの、ナオさん。イエーイ。いや、めぐみ奇跡だからな、ただの。ソヨンが真似するアスナの口癖は？あれだ、チャック。洗濯物のチャック。口癖じゃん。それ。出癖？めっちゃ怒られてた。ソヨン、アスナにチャック閉めないで洗濯機入れて。それ、口癖じゃねえじゃん。わかった、はい、はい。めっちゃおもろいやん。はい。めっちゃおもろいやん。言い方言い方じゃん、そんな。メグさんなし。真似でしょ、なんでやねん。正解はめっちゃおもろいやん。やっ、はい、絶対正解、もう優勝。ナホミパクリ。なんでクイズの出場権ここに来れたかわかんないくらいアスナに愛ないんだけど。マジでわからん。さきがさ、一番さ、アスナと出会ったの早いじゃん。確かに。いや、でも板付き日というのはあなたたちの方が長いでしょ。
まあでもアスナ歴一番長いでしょってことでしょ。アスナ歴、まあまあ続けてください。はい、アスナが小学生の時いつも被っていたものは何でしょう。いいよメグから行きなよ。いやメグ手挙げてないから。だってさ、ナホすぐ正解しちゃうの。何かぶってたもの。え、わかると思う。でもやめとく。メグさんいいよ、一番。小学校の時、え、帽子とか普通じゃん、絶対。何のっていうことだよね。ああ。何の帽子かにですね。そうですね。何の帽子。何の帽子。パンツとかじゃないよ。パンツとか、うん。いや、私パンツだと思ってた。クレヨンしんちゃん系かと思ってた。やめなさい。さっきはもうパンツ。やめだろ。さっきもパンツでいいの。うん、さっきパンツだと思ってた。麦わら帽子。さっきパンツ。量は。パンチじゃないよって言ってたのに、外れくじじゃねえかよ。帽子。だから何の帽子。ナホミ言っていいよ別に。ニューエラだろ、ニューエラ。りょうくんは、え、りょうくんわかるでしょ。わかる、多分。じゃあせーので言う。え、このさ、サッカーのでしょ、だって。うん、そう、サッカーの。ほら、もうわかるじゃん。うん、じゃあナホさんお願いします。ヴェルディの帽子。え、ちょっと待って、これ見えます？紅白帽を毎日かぶったらしいです。赤白帽。赤白帽。え、それ言う、え、そっちがちょっと迷った。迷いました。でも多分ね、ヴェルディって言ったら、ヴェルディもかぶってた。赤白帽で言ったら、メグは幼稚園の時いつも赤白帽をスバ一人だけこうやって立ててかぶってたんで。知らないでしょ。知らないけど別にいらねえ、そんな情報。え、これ赤白と棒問題じゃないの。多分りょうくんもやってたと思うよ。やってないよ、やってそう。マジで多分りょうくんはここで分けて赤白みたいなやつやった。ウルトラマン、ウルトラマン、ウルトラマンやった。そうだよね。さっきもね、やってた。さっきはやってない。じゃあここで、今んとこ今1位はなほさん。イエーイ。愛情の一番高いなほさんから究極の田中アスナクイズお願いします。出題いきます。いっぱいあるよ、ちょっと時間的にあれして。あ、2個。どうしよっかな。あん、そんなにあんの。なんでカラオケのお箱は何でしょう。なんでしょ。はい、はい、アクアタイムズのなんとか、あれだ、決意の朝に。そう、決意の朝に。はい、他は。あれだ、ミヤちゃん、ミヤちゃんハッピーバースデー。ドリガムね。メグわかんないよ、全然。いや、私もわかんない。まあ、私もわかんないんだけどね。なんすよ。え、どういうこと。じゃあ、正解。でも、でも違う、りょうくん。りょうくん、何の歌かわかんないの。あの、グループ名だけじゃダメだよ。でも、アスナ。さっきとコラボした。さっきとコラボした。ね、コラボ、ノーコラボ。アスナがいつも歌ってんのは、あの、モンパチの Don't Worry Be Happy。あ、間違えない。アスナとカラオケ行ったことないんだけど。それはめちゃくちゃ歌ってる。確かに。はい、ダイリモ。子供の頃拾ってきた犬の名前は。なんだっけ。コロ。はい、リョウ。チロ。はい。メグ。タロ。コロ、チロ、タロ。正解はチロでした。いやー。めぐみ惜しかったね。え、チロだよね。チロチロ。そうだよね。雑誌拾ってきてばあちゃん家に持っていくという。拾うな。ではアスナが小学校の入学式でしていたやら個性的なファッションとは何でしょう。アロハシャツ出るからな。さっきアロハシャツ。はい、メグ。何ファッション、なんて。やや個性的ファッション。やや個性的ワンピース。ワンピース。え、個性的、やや個性的なのそれ。めっちゃ普通じゃない。りょうくんは。りょうくん答え。りょうくん答え知ってるもんね。セリフじゃん、そこ。言っちゃって。キョロッとみたいなやつ。なんだっけ。キュッとみたいな。キュッ。キュッ。キュッ。キョロッと。何キョロッと。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 キョロッとだけじゃないじゃん。え、正解。キュロットだけじゃないの。え、なんだったっけ。キュロットってわかる、みんなわかるっしょ。うん、キュロットわかるよ。まあアスナはキャロットって言ってたけどさ。だから間違えたんだよ、こっちも。
アスナはキュロットスカートに戦隊ヒーローものの靴下を履いて入学式に結構個性的じゃない？え、だいぶ。だいたいそういう時ってほら、紺のハイソックスとか白のハイソックスとかさ、まあ柄なしじゃん。でも戦隊ものが好きすぎてキュロットスカートに戦隊ものっていう入学式に最強。個性的で、個性的でいい。何よりでしょ。ではここでせっかくなので、うん、あなたの師匠からお祝いのメッセージが届いています。そんなあんの、そんなシナリオ。お誕生日おめでとう。アポなしテレフォンかけてこないでね。以上ということでした。今日は師匠からのメッセージです。いつでも言えそうだった、それ。アス声出てないよ。もしもし、うん、みんな見えてる？え、見えてる。どういうこと？何、みんなのこと見えてないの？あ、見えてないねんけど。携帯だからだ。だと全員全部見れ、みんなの顔見れたぜ、見れたぜよ。見れた、やった。どうした？みんな。お前だと。すげー、すげー金髪やん。え、がどうした？みんなこんな時間にどうした？なんで入ってくんだよ。みんなどうした？みんなどうした？なんでこんなに集まってんの？みなさん手拍子お願いします。せーの。午前0時を過ぎたら一番に届けよう。ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー。ウォー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 。あなたを取り囲むすべての人たちにもベリースペシャル、ベリースペシャル、ベリーベリースペシャルデー。出会えてよかった素直に言える一年に一度の日よ、マイペシャル。たくさんの素晴らしい出来事がまだまだあなたに訪れるよ。祈りながらハッピーバースデートゥーミー。パパパパパン。拍手。